はい、実況させていただいております。シロックマンです。よろしくお願いします。はい、今日もね。はい。こちら、GPD XD プラスね。こちらを使ってゲーム実況をやっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい。はい。ちょっとね、まず DS を今日ね、ちょっとやりたいゲームがあるんで、ちょっとやってみようかと思いますね。これな。あ、そうか。そうか、これちょっと前やってたやつが残ってんねんな。これやめないかんねんな。これやめないと次のゲームできないんで。これちゃうわ。どうやったっけな。セレクトじゃないな。これ蒼月の十字架ですよ。違うんですよ。これじゃないんですよ。今日やるのは。セーブか。あ、でもセーブちゃうな。セーブする。ロードか。ロードじゃないな。どうやるんやったっけな。やめ方忘れてもうたな。DS だけやめ方特別なんですよね、これね。仕様が。どうやってやめるんやったっけな。これでこうやって、こうやって戻れない。この方がいいと思うんだけど。あ、でも一緒か。ここまで戻っても、これ起動した時は前の蒼月の十字架が残ってるから、ちゃんとやめないかんってことやもんね。はい。あ、ちゃうちゃう。なんでロックマンやね。ちゃうっつうの。これこれ。あ、そうか。これ残ってるからな。そうか。これをやめないと、次の DS のゲームができないんですよね。どうやるんやったかな。やめ方忘れたな。どうやるんやったっけ。これはどうやってやめるんやったかな。セーブしたやろ。ロード、これね、やめ方がやや複雑なんですよね。これじゃないの。セレクトか。セレクトじゃ、スタートしてるもんな。どうやるんやったっけ。これ15分しかね、いやいや、僕のね、今の動画ね、15分しか撮れないんですよね。こんなことに時間かけてる場合じゃないんですけどね。なんかもたもたしすぎやな、いつも俺の実況プレイは。どうするんやったっけ。ほんまわからん。やめ方忘れてもうた。どうやるんやったかな。セーブしてるから、これちゃうもんな。これでもないもんな。どうやるんやったっけ。難しすぎねんな、これ。やめ方。スタートしたそれちゃうっつうに。セレクトちゃうねんって。セーブちゃうもんな。どうやるんやったかな。これ違うよな。もっと簡単にしてくれよな、やめ方。複雑すぎんね。あ、これや。今のでいいね。これ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 。うん。これでこれですね。一番下。やっとできた。これでやめられてると思うんですよね。あれ？ちょっと待って。フリーズしちゃったかな、なんか。何や、この画面は。あれ？なんで？なんや？あ、なんか変なボタン押してもうたな、今。
なんで連打すんねん。ちゃうってよ、ええ。なんやねん。なんか知らんけどね、これ、ちょっと押しただけでクリックしてまうんですよね。ちゃうって。ちょっとね、敏感すぎるんですよ。これ、あれが、このタッチのあれが。あ、やっとやめられた。で、これですね。ああ、いいか。これか。ギャラリーオブラビリンスが今起動してるってことや。うん。あれ？なんで止まってんの？これ。ああ、いいのか、いいのか。これでいいのか。画面が止まってるように見えたな、今。はい。これをやりたかったんですよね。あれ？これ画面が1画面になってるな。これでいいね。うん、これでいいね。いやー、もう6分も経ってるやん。ノーデータ。あれ？オプションモードやのになんで？スタートでええわ。オプションモードできないなんか知らんけど。あれ？なんで？スタート押してんねんけどな。ちょっと待って。オプションモードなんでセーブデータありませんって出るのかよう分からんな。どういうこと？セレクトデータ、コピーデータ。どういうことこれ？セレクトデータでいいの？はい、名前つけます。もう始めるまでのね、前触れが長すぎんね、ほんまに。いつもこんなんですいませんね、ほんと。タッチペンで入力してください。タッチペンないけど。タッチペンないんやけど。あ、戻っても出るやん、おい。あ、またもう打ち直すやん。もう、こんなんやからね。ジジイとかサルとか言われるんですよね。効率が悪いから。タッチペンで入力してくださいって。タッチペンないっつってね。タッチペンない場合は指でね、やってもいいみたいやけど。9分経ちますね。ちょっとね、これ文字は僕ね、読むの遅いんで皆さんの方で読んでもらった方がいいかと思います。追いつかないんで僕は読んでもね。神父、えらいマッシュルーム頭やな。
そのムチ、間違いございません。ジョナサン・モリス様ですな。ああ、確か主人公の名前やったっけな。そうやね。ああ、そういうあんたは。これは失礼しました。私はヴィンセント・ドリン、教会の命によりあなたを待っておりました。それにしても、あれ？あ、あれ？なんで一画面になったん？はい。それにしても伝説の鞭であるヴァンパイアキラーの使い手が来てくれるとは心強い。ちなみにその鞭は使えないわよ。かわいいね、この人。ジョナサン、余計なこと言うなよ、シャーロット。不安にさせるだけだろう。シャーロットっていうのか、あの女の子の名前は。あら、本当のことじゃない。嘘はいけないわ。どういうことで、その鞭は偽物？しょうがねえな。確かにヴァンパイアキラーは使いこなせない。もともとこの鞭は俺の家に伝わっているものじゃないんだ。ベルモンド一族って聞いたことあるでしょ。もちろんですとも、大体その鞭でドラキュラを滅ぼしてきた一族ですな。しかしその一族の血族がモリス様では。それは間違いない。だけど、正統継承の一族とはいろいろ違うんだよ。でもまあ、ノープロブレム。今までだって鞭なしでも、全戦全勝負けなしだ。それに私もついてるしね。先ほどから気になっていたのですが、あなたは。まあ、失礼しちゃう。教会の人なら覚えておきなさいよ。私はシャーロット・オーリンよ。シャーロット、どっかで聞いたことが。シャーロット。ああ、もしかして、最近噂になってる天才魔法使い。ふふん、そのまさかよ。これは失礼しました。まさかこんな子供。ああ、怒ってるね。かわいいやん。いや、いや、こんな素敵なお嬢さんだとは。聞いた、ジョナサン、素敵だって。ところで、ヴィンセント。俺に用があるんだろう。おっと、そうでした。私はあなた方に協力するように言われておりまして、薬など持ってきてはいるのですが、その何、財政的にですね、お金取るってことね。まあそういうことに。ああ、ノープロブレムだ。それぐらいなんとかなるだろう。私は知らないけど。それより城だ。あれは本当に悪魔城なのか。ドラキュラの姿を見た者はいません。しかし、教会は悪魔城だと教えて考えているようです。間違いないわ。これだけの魔力を放つ城、私が本で調べた悪魔城以外考えられない。なるほどな。じゃあそろそろ行こうでしょ、ロット。ええ、そうね。お気をつけて、私は安全なところを探します。では、中でお会いしましょう。やっとやね。やっとプレイできますよ。やっぱ、ムチなんやね。やっぱね。ジョナサン・モリスか。ベルモンド家を受け継いだ、一応、ヴァンパイアハンターってことみたいに。いきなりアイテムがある。罰でプレイヤーを切り替えできる。罰じゃないか、X か。あ、またある。A でパートナーを呼び出せる。もう一度押すと消える。こっちには行けないのか。あ、こっち行くんか。その方向こっちなんや。あ、ちょっとすいません。ちょっと一旦ここでね、動画止めたいと思いますね。はい。はい。またちょっと続きをやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。あら、縦になっちゃった。あー、もう。ちょっと待てよ、これなんか、一回一回これ切り替えなあかんのか、めんどいな。これね、あのタブレットっていうか、このゲーム機をね、ちょっとでもこう縦とか横にね、ちょっとでもなったらね、
こう回転してしまうんであんな画面になっちゃうんですよね。だから固定させながらプレイする感じになるんでね、ちょっとそこやりづらいとこありますよね。あれ、こっちじゃなかったのか。こっち行けないの。閉まってるね。ここでなんかせなあかんのか。これ光ってるけど、あ、そういうことか。一人だと橋は開かないようだ。二人で乗ってみようか。 A でパートナーを呼ぶことができる。 A、 あ、これか。なるほど、はい、二人で戦うんでね。なんか下にアイテムあるね。武具辞典。あ、武具辞典ね。ショートソード。ああ、なるほど。百科事典があれなんや。普段着装備してんのか。ヴァンパイアキラー。5から8、上がるんや。じゃあこっちにしようか。上がるけど、ちょっと距離が短くなるなぁ。まあいいか。攻撃力上がってる方がいいからね。ほんで、これ防御時点の方が上がるんや。はい。これ壊さんか。あら、おお、追いかけてくんのこれ。なんかまるでドラキュラ X のあれみたい、あれの展開みたいやね。あー、やばい。ダメージ受けてるやん、女の子の方も。勝手に戦ってくれるんやね、女の子。あ、どっか行った。ハンターが持っている盗難とか用ナイフ、上と Y で発動時に MP を消費する。あ、これセーブポイントちゃうの。はい。あれ、できてんのセーブ、これ上押すのか。はい、オッケー。あれ、ストーリーになってもうた。あ、なるほどね。これなるほど。こうやってこう交代してできるんやね。あれみたいに、あの、悪魔城伝説みたいな感じで、キャラ交代することができるみたいですね。これ使ってみようか。あ、これどうやって取んのこれ。これ二段ジャンプで、あ、でもできないのか、二段ジャンプ。これ取れないのか、どうやって取るんや。壊せんのか、これ。壊せないな。どうやって取んのあれ。背が高くて無理やな。背じゃないわ。ジャンプが高くてちょっと無理。
パートナーをその場に固定できる。スタートウェイで呼び出すとパートナーをその場で固定できるか。あら、固定しちゃった。あれ、上に行けないね。あら、消えた。これ高いところをなんか取れる方法があるはずなんですよね。どうやってやるんやろな。ステイ。どうやるんやろうな。アイテムを見たり使用します。あ、中断ちゃうで。パートナーとの会話。何か困ったことがあったら話し合いが大切よ。俺一人でもなんとかなるけど、そんな方が良さそうだな。まあよろしく頼む。それだけか。魔導器。切り替えることができる。パートナーを呼び寄せる。もう一度外に出る。パートナー様に固定できる。倒した敵のデータを見ることができる。得したアイテムの一覧を見ることができる。得した技の、いやー、マップ。どうすんだよな。先進めないぞ。これをなんか使うのかな。あ、そういうことか。やっとわかったわ。すごいな、この押し方が。後ろ向きに押してるんや。そりゃそうやな。あれ、乗れない。あ、そうか、乗ってからってことや。乗ってからか。乗ってから一人がこうやって、だって上と A やったっけ。ちゃうな。ちょっと待って、二人とも、あ、こうやって、でどっちか固定させりゃいいんやね。あら、これでいいやん。これでいいってことやね。でこれでこうすりゃいいのか。うん、ちょっと知恵がいるなこれ。さっきのとこもその要領で取るのかな。アイテムわからんけど、でも高いところがなかったからな、さっきのアイテムがあったところは。この2人で戦うっていうのが結構斬新ですね。今までのドラクエラシリーズにはなかったというかね。2人で同時にこうね、一緒に戦うというかね。それはなかったでしょ、今までのドラクエラシリーズには。つうか、やべえな。攻撃した敵の名前が表示されるようになる。どこにとかやべえな。ちょっと回復しといた方がいいね、これ。もうちょっといけるか。もうちょっといけるな。あ、防具みたいなのある。ヘッドギア。
あ、セーブポイントや。あれ？これワープポイントもしかして。ワープポイントか。ワープポイントはまだちょっと行かない方が良さそうな気がする。あ、これ、スライディングできないといけなさそうやね、ここは。あ、なるほど。あれで開くわけや。こっちはちょっと、だからいけないってことやね。あれぐらかった。あれ、これ戻ってるやん。下行けばいいか。あ、これ最初のところに戻ってんだよね。この下って行ったっけ。行ってない気するな。行ってないね。あ、これセーブポイント。まあ、やばかったからちょうどよかった。女の子食らってもだ。で、さっきのところ、そっか、今のところちょっとじゃあワープしてみるか。ん？エントランス。あ、ワープじゃないのかこれ。何やエントランスって。まあいいか。さっき行ったとこやったっけ。上か。これ上アイテム取ったんやったっけ。ああ、そうか。ここでなんかアイテム取ったんやったりね。こっちはなんかあるか。あ、ないか。あるけど行けないもんな。女の子の方は食らっても回復するんやね、勝手にヒットポイントをね。主人公の方は回復せないけど、基本ちょっとした無敵仕様みたいになってるってことやな。はい、ちょっとすいません。一旦ここでまたちょっと動画一旦切りますね。はい。はい、また続きやっていきたいと思いますね。ちょっとめんどくさいですけど、僕のね、YouTube の動画、ちょっとしばらく4月までは、15分ごとにね、しか投稿できなくなっちゃったってんで、15分後以内に区切りながらちょっとね、動画と、しばらく撮らなきゃいけない状態なんでね。ほんと不便ですね。ちょっと待って、この上どうやって行くんやろうな。なんか、あ、今なんか撮ったなぁ。ちょっと読めんかったけど。あ、こっち行けるやん。ジョナさん、何かいる。
人じゃない。敵か。でも待って、悪意は感じられないわ。ほう、私を感じているとは。あんたは誰だ。見ての通り幽霊だ。幽霊に7度必要あるまい。信じられない、これだけ悪魔城の魔力を受けて正気を保っていられるなんて。騙してるってことも考えられるけどな。それならばそう思えばいい、君が決めることだ。だがその使いこなせる無知で私を滅ぼせるのかな。そんなのやってみなきゃわかんねえだろう。シャーロット、ちょっと待ちなさいよ。どうしてヴァンパイアキラーが使えないことを知ってるの。あ、それに霊体の状態なのに城の魔力に支配されないなんて絶対おかしい。そっちの小僧に比べて鋭いな、お嬢さん。私は死ぬ寸前、自分に魔法の結界を張り、魂をここに、貼り付けたかな。縛り付けたや。ここから動くことはできないが、支配されることもないということだ。でも、霊体は魔力の影響を受けやすい。この城の力を完全に退ける結界なんて私にだって無理。あなたは一体何者なの。7度意味は持たぬが、あえて名乗るならば。そうだな、ウィンドとでも呼んでくれ。ウィンド？ウィンドさん。ウィンドでいい。じゃあウィンド、ここで何をしているの？聞いてなかったのか。魂をここに縛りつけたんだろう。それはわかってる。これだけの力があるなら魂を縛りつけなくても別の方法を取れるはずよ。参ったな、本当にそれだお嬢さんだ。ちょっと子供扱いはやめてくれる？シャーロットって名前があるの。ああ、わかった。そっちの小僧は、小僧って言うな。ジョナサン、ジョナサン・モリスだ。ふむ、ここにいる理由。簡単に言うと、未練だな。ここに城主をどうしても許せない理由がある。奴を倒す見込みがあるなら、私の力を貸そうと思ってな。ああ、なるほどね。これ、昔のヴァンパイアハンターとか、なんか、そういう、あれなんかな、もしかしたら。しかし動けないあんたに何ができるって言うんだ。霊体である私にできることは、生前に得た技とアイテムを授けることだけだ。あ、なるほどね。それでも大きな助けになるはずだ。それなら私たちの力に、いや、そんなもんなくたって今までなんとかなってきた。だから、今まではね、でもここは悪魔城。その無知を使えたとしても命がけの戦いなのよ。あなたのお父さんだって。親父の話はやめろ。俺に宿命だけ負わせて死んでいった親父のことなんか。もうごめんなさい、でも。いや、すまない。感情的になりすぎた。確かにシャーロットの言う通りかもしれない。ウィンド、今まで無礼は謝る。頼む、俺たちに力になってくれ。私の言う条件をクリアするならば、お前たちの力になろう。調子はどうだ？旅の準備。神父が隣の部屋で役に立つ品を用意しているだろう。そこでポーションと地図を手に入れるのだ。よし、行くぞ、シャーロット。私の言う通り、ああ、そうか。調子はどうだ？旅の準備。神父が隣の部屋で役に立つ品を用意しているだろう。そこでポーションと地図を手に入れるのだ。ああ、あの隣の部屋ってことか。こっちか？ヴィンセント。お、これはこれはよくおいでくださいました。うん、ここで薬とか売ってくれるわけね。今はまだ少ないですが、徐々に品揃えも充実させていくつもりです。サービスしてくれよな。それはもちろんでございます、ジョナサン様。当てにしない方がいいわよ。嘘が顔に出るタイプだから。でも、田舎の教会って本当に財政難なのね。中央に報告しておくわ。ありがとうございます。助かります。とりあえず見ていってください。ポーション買えって言ったな。どうなされます？お安くしますよ。ご不要のものがあればお引き取りしますよ。ショップモード用の店舗に商品を陳列します。ありがとうございます。あれ、間違えた。A ボタン。
ポーションって言ってたな。1521あるんか、金。はい。とりあえず1個でいいか。はい。ありがとうございます。調子はどうだ？あ、地図か。地図も買わないかんのか。地図でも持ってなかったかな。お安くしますよ。城の地図、これか。うわ、高いな、城の地図。はい。ありがとうございます。これでいいよね。調子はどうだ？あれ、買ったけどね。オーションと地図ね。修行達成 A を押してください。よくやった。これを受け取ってくれ。ヤモリの尻尾を手に入れた。下と B でスライディングの狭い場所に滑り込める。ああ、なるほど。これで城の奥に進めるはずだ。私が提示した条件を満たせば、今のように技を伝授しよう。魔法についても同様だ。私が生前に集めたアイテムも条件を満たし、有効に扱えると判断できればお前たちに託そう。了解だ。それと、もう一つ話がある。ここの城主のことだ。ドラキュラのことね。それなら本で。ドラキュラは城主ではない。どういうことだ？ここは悪魔城じゃないのか？悪魔城であることは間違いない。だが、今この城を支配しているのは、ブローネルというヴァンパイアだ。そんなの聞いたことないわ。知らなくて当然だ。最近発見されたヴァンパイアだからな。奴は縁に魔力を込め、その力を凝視する。この城の中に必ず奴の絵があるはずだ。まずはそれを探せ。なるほど。絵を使って、城の魔力を自分のものにしてるってことね。でも、ドラキュラじゃないなら、ひとまず安心よね。気を抜くな。奴はそれほど甘くはない。ノープロブレムだ。あんたの恨みは必ず俺たちが晴らす。これは約束だ。私たちを信じて、ジョナサンは頼りないけど、約束だけは絶対に破らないの。心強いな。分かった。頼んだぞ。とりあえず絵だ。絵を探すぞ。さっきのあの狭いところに進めるようになったってことやな、ここね。あ、なるほど。そういうことね。あ、これか？この絵すごい魔力。めっちゃ早いな。もう見つかったやん。これがウィンドの言ってた絵か。間違いないわね。瞑想してる。わかった。何が？この絵の役割を、ブローネルはこの絵を使って悪魔城の魔力を制御してるのよ。なら早いとこぶっ壊そうぜ。無理、やるだけ無駄よ。私が見た感じ、この絵は呪法強化理論に基づく疑似空間的多層結界ね。魔法力学的に言うと、あ、もうちょっと人間の言葉で頼む。つまり城を制御する魔力を包むように何重にも壁があると思ったらいいわ。で、絵の部分に当たるのは一番外側のほんの一部。壊したところで復元するし全く意味がないわ。じゃあどうする？私の魔力を増長させて絵の中に入り込むの。そして直接城を制御する魔力を封じるのがベスト。危険度は高いけどね。ノープロブレムだ。さっさとやってくれ。こいつ、ノープロブレムって口癖なんやね。このジョナサンね。オーケー、じゃあ行くわよ。このシャーロットっていうのはね、頭がいいんやね。とにかくね。あら。また入れ替わってしまったわ、これ。ちょっと、2画面に戻すわ。はい。まあ、ドラゴンボールで言うとブルマみたいなもんやね。それぐらい頭がいいね。おお、ここが絵の中か。描き手の意思が具現化しているのね。絵の中に入り込んだのか。
あ、ここさっきあったな、これ。あ、また別のマップになったんや。いやー、でも確かに面白いですね、ゲーム的にはね。うわ、なんじゃこいつ。おお、なんや、ちょっと無視しよう。強そう、あ、強そうやな、めっちゃ強いやん。ちょっとやばいね、ヒットポイントが結構減ってるな。ついてないのか。ちょっと待った。セーブポイントないのかな。とかやばいけど、まあやばくなったらちょっとポーション使うしかないな、ほんと。ほんとにやばいと、やばくなったらね。うわ、なんかいっぱい肉がぶら下げてあるね。人のなんか、人じゃないか。カートル、あ、装備やね、これ。上がった、はい。お、何や、特に意味ないか。この向こう、これスライディングでいけるのかな。あれ、ちょっと一旦ここでちょっと動画切りますね。はい、また続きをやりたいと思います。いや、ほんとね、15分ごとに切こびるのめんどくさいですけど、しょうがないですね、ほんと。どうやっていくんやろこれ。あ、下か、下行きゃいいのか、この下。あ、そうか、戻るんやね、これ。ちょっと待って、こいつ倒さなあかんとか、もしかして。デスマスク。あ、倒せた。ヒットポイントがやばくなってきた。はい、回復した。もう行き止まりになっちゃって、先進まないけど、どうしたらいいんやろ。
ついてないしな。こっちはないよな、何もな、この上は。こっち行けないよな。意味あるのかな、これ。行き止まりなんですよね。先進めないけどな。セーブポイントもまだないしね。わかんないからとりあえず絵の外に戻ってみましょうか。でウィンドウにちょっとまた話しかけてみましょう。そうすれば話が進むかもしれないから。取れるんですね。うん。あ、そうか。女の子はスライディングできない。あ、でもそれか。そうか。すぐ戻れるのか。あれ？ここじゃなかったっけ？この下か。セーブね、まずしといて、でウィンドウのとこに行きましょう。どこやったっけ、ウィンドウがいたところ忘れたな。こっちではないよな。あれ、あかんな、本当に方向音痴やな俺。あれ消えた。どこやったっけな、ウィンドウがいたところ。こっちか？あ、これか。
次の準備がまだなんだ。すまないが、もうしばらくしてから戻ってきてくれ。ん？神父が隣に役立つ。そっか、これじゃないのか。まだなんかやることがあるってことやな。さっきの絵の方にもやっぱり行かなあかんのかな、もう一回。これね、ジョナサンの方がね、武器のね、出す時のね、タイミングがこっちの方が早いな。女の子の方がちょっとそこは遅いから、やっぱりね、こっち操作する方がいいね。こっちどうやって行くんやろうな。行きたいんやけど行けないねんな。そのこっからこっちから、あ、こっちからか。こっちから行くんや、こうやって。やっとわかった。胸当て。だからここをクリアしないとウィンドウのところ行っても何も変化がないってことやね。お、なんか外に出た。うお、強そう。アンドラス。あ、女の子に攻撃してもらおう。その方が楽やわ。基本無敵やから、うん、女の子は。そんな強くなかったね。これはセーブポイントが。あ、よかった。ここにセーブポイントあった。なんかこの主人公、なんていうのかなぁ。何やったっけ？鋼の錬金術師かなんかの主人公にちょっと似てるよな。なんか感じがね。うん。まあ僕は鋼の錬金術師自体あんまり知らないんですけど。なんかこんな感じじゃなかったっけな、鋼の錬金術師の主人公って。なるべくこういう強い敵倒した方が、経験値もらえるからね。ロープレイヤーからこれはね。あ、また出てきた。
顔が面白いな、こいつやられた時の。うわ、なんじゃこいつ、変なやつ出てきた、王様みたいな。ジャッキーやって、ジャッキー、やられ方も面白い。何やこのクラゲみたいなやつは。敵が結構独特ですね、このゲームね。でっかいクラゲ。あ、そんな強くないな。うわ、2体もできた。回れないかんな、向こうが。こっち側ちょっと行ってみようか。アイテム取れる。あ、武器は。クレイモア。武器やね。武器チェンジ。上がる。おお、これはいい。ちょっと振りかざすの遅いけどな。まあ、攻撃力上がるならいいんちゃうかな、この方が。おお、強い。ちょっと待った。一旦ちょっと動画一回切らないといけんな、これ。はい。一旦切ります。はい。また続きやっていきたいと思います。いやー、15分ごとに時間見ながらね、やんなきゃいけないから、ちょっと面倒ですけど、しょうがないですね。うわ、2発くらいで倒せた。強いね。か、広いな、これマップが。上から先行ってみようか。あ、すげえな、これ使いやすいわ。なんか強そう、こいつ。あ、弱そうか。小悪魔みたいな、ベビーサタンみたいな感じやね。うわ、強い。またクラゲ出てきた。あ、壁の向こうにいるんや。無視しよう。また王様出てきた。トランプのなんかね、王様みたいなね。
なんかあのランマ2分の1に出てくるチンコみたいですね。ちょっとマニアックですけどね。ポーション取れた。めっちゃ広いマップやな、ここ。また外や。いや、こんなに長くプレイするとは思ってなかったね。いや、もう途中で行き詰まったらね、そこまででやめようと思ってたんですけど、今のところスムーズに進んでるんで。こっちなんやろな。あー、やられ方がなんかバラがめっちゃ出てるやん。食パンとかある。パンがいっぱいあるやん。パン工場。パン工場ちゃうな。あ、アイテムある。十字に発生させた雷が敵を投げ払う。あ、魔法みたいなんか。上と X で発動。発動時に MP 消費。女の子でやるときっていうことやな。あ、行き止まりや。っていうことは、ちょっとさっきのとこに戻る感じやね、マップ。また別のルートのね。やばい、ヒットポイントやばいな。こいつ強いから。うわ、やばい、9も食らった。ちょっと待って、一旦。やばい、やばい、やばい、ちょっと待った。危ねえ。あちゃちゃちゃ、危ねえ。おい、なんでキャンセルすんねん。おい、一つのルート下やったな。あ、じゃあ下ちゃう、上や、上。何やっとんねん、俺。こっち行ってから下やねんな。ここやね。
こっちがもう一つのルートですね。あ、そうか。武器取るだけやったん。武器とかアイテム取るだけやったんや。交互に攻撃する基本コンビネーション。これで行き止まりなんや。ちゅうことはもう全部行ったから、ウィンドウのとこに戻るってことかな。3発で倒されるようになったね、これ。ザッキーの強くなったね。最初のところに戻ってきましたね。体験がすげえな、体験が。はい、戻ってきました。これでちょっとウィンドウのところに行ってみたら何か変わってるかもしれない。え、まだ？そうか、まだか。じゃあとりあえずちょっと一旦セーブして、あ、これちゃうわ、セーブしちゃいますか。じゃあこっちだわ。この下やったっけ、この下やったよな、確かセーブポイント。1時間ぐらいやったかな、このゲームね。はい、じゃあこれでね、一旦ここで、終わりにさせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。もしよかったら YouTube もしくはニコニコ動画のチャンネル登録をお願いいたします。